ホタル袋とは、気境化の多年草。別名は、釣り金草。初夏に大きな釣り金状の花を咲かせる。開けた矢や,や乾燥した草原や道端などによく見られる、草本で全体に毛が生えている。根室用は長い柄があり、養心は、ハート形。補服枝を横に出して増殖する。初夏に家系を伸ばす。高さは、最大80センチメートルくらいにまでなり、 数個の釣り金型の花を水上につける。花は柄があって、うつむいて咲く。暑さには弱い一方、日陰でもよく育つ。山間部では人里にも出現する野生植物であるが、美しいので山野草として栽培されることも多い。褐色には赤紫のものと白とがあり、関東では赤紫が、関西では白が多い。山蛍袋が学名 カンパニュラプンクタータラムバリエーションハンドンシスオイイシダテホタル袋が区名カンパニュラプンクタータバリエーション黒川へ園芸植物として親しまれているカンパニュラは同族植物で主に地中海沿岸地方原産の植物を改良したものである和名は子供が本種の袋のような花にホタルを入れて遊んだことに由来する https://kotobank.jp スラッシュワードスラッシュ E9%87%A3%E9%90%98%E8%82%89 から57万2821岩月秀明。街でよく見かける雑草や野草が、よくわかる本集話システム。2006年11月5日。 ISBN4-798014850-P269 ありがとうございます。